い、皆さんこんにちは。フラワースクールヘクセンハウスのマフネユウコです。今日はですね、季節の花コース、7月グリーンの実と、ブルーの花のアレンジメントを作っていただきます。で、ヘクセンハウスではお花の方なんですが、私が直接、市場の方で仕入れてきていますので、新鮮で旬なお花ですので、日持ちがして楽しんでいただけるかなと思います。で、今回から、少しリニューアルさせていただきまして、お花の方を、ちょっとグレードアップしたいということで、器の方はそれぞれお持ちになっているものを使っていただく、または、持ってきていただいていますので、できるものがそれぞれに違うかなと思いますので、飾る場所に合わせて工夫して作っていただけたらと思います。ではですね、説明していきますので、作ってみてください。で、出来上がりましたらば、作品の正面からと両サイドからの画像を送っていただきましたらば、アドバイスさせていただきます。ではやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございました。皆さん、ではね、これ一応ちょっと正面、横、後ろ、横、結構ね、奥行きありますね。で、ぐるっと回して正面になります。では飾る場所に合わせてそれぞれ作っていただけたらと思います。では、チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いいたします。そして、よろしければ高評価の方もよろしくお願いいたします。あと1回ごとお申し込みもできますので、この概要欄の方に8月以降の内容も貼っておきますので見てみてください。なお、8月はちょっと暑いので、リアルに、受けに来ていただけた方がいいかなと思うのですが、9月以降気温が下がりましたらお花の方をまた送らせていただきますので、1回ごとお申し込みお待ちしております。ではありがとうございました。